平野紫耀横浜流れ星無言電話夜景デート愛しているインスタコラボの特別関係関係。画面割れる顔面偏差値すごすぎ超親友コンビ。親友の特別な瞬間、平野紫耀と横浜流れ星の絶え間ない友情。親しい友人同士の心のつながりは、しばしば人々を魅了します。 そんな特別な友情が、平野氏用と横浜流れ星の間に存在します。8月30日、元ー、NG ・ n g ア o ブスの平野氏用26がインスタグラムライブを開催し、その中で驚きの瞬間をファンに提供しました。この特別な瞬間について、我々は今、詳しく探求してみましょう。親友とのコラボ。 平野紫耀と横浜流れ星の出会い。平野紫耀と横浜流れ星は2018年の映画、ハニーでの共演をきっかけに、親しい友人として知られています。この映画の共演をきっかけに、二人の友情は根付き、それ以降もコロナ災いでの自粛期間においても電話で連絡を取り合うほどの親密さを保っていました。愛情表現と無言の会話、 平野紫耀と横浜流れ星の心の交流。特筆すべきは、平野紫耀が愛してるという一言だけを何度も伝統する瞬間です。この行動に対し、横浜流れ星は、じゃあ、俺もだよ、と答え、やっと言ってくれた、と喜びを示しました。しかし、この友情は言葉だけでなく、無言のコミュニケーションでも表現されます。 平野紫耀が無言の電話をかけると、その状態が30分も続くこともあるそうです。彼らは心地よい無言の共有ができる中であることを示唆しています。友情の証、インスタライブでの特別な瞬間。平野紫耀のインスタグラムライブでは、横浜流れ星がサプライズ登場し、6分間に渡り視聴者と楽しいトークを繰り広げました。 平夜は横浜を見て元気トイプードルみたいな髪の毛じゃん。かわいい。飛び症を見かけ横浜は元気だ、よと答えヘアセットについての冗談を言い合う場面もありました。互いに忙しいけれど、特別な友情は続く。親友同士であるにもかかわらず、彼らはお互いの多忙さを理解しており、会うことが難しいことを視聴者に説明しました。 しかし、平野は、飯でも行こうよ、と横浜に提案し、横浜も喜んで応じました。この親友同士の絆は、時折会うことが難しくても、変わることのない特別なものです。未来に向けた展望、平野仕様と横浜流れ星の友情。平野仕様と横浜流れ星は、異なる分野で活動していますが、お互いの努力と情熱を尊重し合っています。 横浜流れ星はアクション俳優としての道を進んでおり、ボクシング映画、春に散る、でプロボクサーのライセンスを取得しました。また、平野耀はエンターテインメントに焦点を当て、ダンスと歌に情熱を注いでいます。これらの異なる分野における努力と成功に対する互いのリスペクトが、彼らの友情をさらに深めています。 結論、平野紫耀と横浜流れ星の特別な友情。平野紫耀と横浜流れ星の友情は驚きと歓喜に包まれています。彼らのインスタグラムライブが同時接続者52万人に達したことは、その特別な絆がファンにとってどれほど魅力的であるかを示すものです。彼らの友情は美しい顔面偏差値とともに今後も変わることのないでしょう。 読者への挨拶。平野市用と横浜流れ星の特別な友情についてのこの記事をお楽しみいただき、ありがとうございます。彼らの絆が多くの人々にインスピレーションと驚きをもたらすことを願っています。彼らの未来に注目し、彼らがさらに成功を収めることを楽しみにしています。